あなたの欲しい武器は何ですか？私が提供してもいいですか？ふふふ。はい。いやあ、刹那圭介だよ。ちょっとさ、カジュアゴリ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 のテーマソングを作ってみたの、ちょっと序盤のやつが今のやつですね。ノー採用ですけどね。では次の日行きましょう。狩りを終わらせます。明日はどんな戦いが。ドミトリーっていう人がロングソードで魔王攻撃。姑息な遠距離攻撃で姑息な遠距離攻撃で勇者にもこういうタイプの人おるんやな。んでもっておにぎり丸おにぎり丸かわいそうな名前やなアンパンマンに出てきそうな名前でないかロングソード、新速三段好きって世によって、ね、勇者としての名前がなんかネタみたいな人がすっごいかっこいい名前の技使いようやけど佐藤さんいやちょっと待って、日本には佐藤さんって名字の人たくさんおるけど、どの佐藤さんかわからんせいでいて俺の知り合いに佐藤さんって意外と少ない。市場も持ち込むあーガウスってやつまで高速な遠距離攻撃してるまあいいけど、まあ勇者にもそんな大手もいいけど、ダメージ与えてくれればそれでいいけど、うん。他には、まあこんなもんかな。14人の勇者たちは魔王に284のダメージを与えました。残り体力1506。あと1日か2日で1万切るな、これいいペースだ。さて、いろいろ買いましたよ。じゃあもう前と同じような手段で後ろの方に雷鳴剣とかそういう系を並べていきの、バスターソードも並べていきの、低速としてあれですよ、槍とロングソードを一本ずつ確実に置いておくという、ロングソードっていう偏りは見せない、そのタイプでいきます。そして回転です。5日目です。そろそろ客もここの店での評判をつけ始めるところでしょう。もしかしたらウィキペディアにカジヤゴリゴリの名前が載ってるかもしれません。バスソードをいきなり買ってくれました。おお、なんか同じお客さんが2回連続で来ました。おお、売れ行きがいいですね。やり、バスソードが2本も、もう2本も、バスソード売れる日か今日は。まあさすがにロングソードも売れると当たり前だ。なんか同じ人多いな、この赤い髪の女の人三つ子、あ、来た雷鳴剣。ちゃんと髪の毛が黄色い人が買っていきましたよ。まあそういうどこでもどうでもいいんやけどさ、買ってくれればさ。しかもすっごい優しい勇者みたいな人が今入ってきたよな、今。ああいう人に限って買っていかないんだよな、こういうさ、回転してすぐの若手の店はさ。そういうちょっと上から目線やめてくれない？やめてよね。おわ、いかついおっさん。そしてアラブの人、なんかどっかのゲスそうだって。お客さんに対してそういうイメージ持ったらあかんよ。お客さんは神です。神なん来た。雷鳴剣2本目、いいっすやん。もっと生産しとくべきだったっていうか、石買うべきだった。属性次、これラストフリーズブレード、持ってロングソードと槍、いつもか槍も4本しかない。いい感じですね。結構ここカジヤゴリゴリの評判が上がってきてるんじゃないでしょうか。売り上げすげえな、やっぱカジヤゴリゴリ。ウィキペディアに載るんじゃないだろうか、カジヤゴ、あ、ロングソードに本物いた。やった、フリーズブレード来た。チャイナ服やけん、フリーズブレードとか縁のなさそうな感じではあるんですけどね。まあ買ってくれたんだからしょうがないよね。うわ、これ自己ベストいける、売り上げの自己ベストいけるで。これめっちゃ来てるやん、ガンガン買ってきてくれる
売り上げの自己ベストやん、こんなん。自己ベスト来たぞ、これ、絶対。もっと属性武器作っておくべきだった。売れるぞ、これ。出したよ、売れるような状況になってしまった。この世はインフレか。なんて日だよ。ああ、もう、売ったら売れるという。作ったら売り返す、作ったら、たくさん作ったらその分たくさん売れる倍返しだの状態。倍返しって言わんけどさ、めっちゃ売れたこれ。すげえ売り上げ3万いった自己ベストや総数25本っていうのももしかしたら自己ベストかもしれん。何がすごいかって言うたらさ、属性武器3本含んでの総数25本やけんな。売れた数が多くなったどころかさ、多くなって、かつ、値段の高いやつも売れとるもん。やったー、鍛冶屋ゴリゴリの評判広まってる。名前だけじゃないってことは見せたな。鍛冶屋ゴリゴリってか、名前つけておいて、意外とゴリゴリじゃない人が店主だけんな。こういうどっちかって言ったらハンサムな人がさ。うん。あ、そう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 。なんかすっごい名前の剣が、剣なんかわからんけど、とりあえず武器が5つも伝統的なやつが出てきたんよな。あ、オリハルコン。オリハルコン。これや。これ素材にして作りよったわ。これ欲しいわ。高っ。依頼料を5000円で、1個で5000円これ。仲介手数料は込みで5500円ってめっちゃ高。しかも日数4日で。詳しいありかは知らされていない。入手した冒険者たちは皆口を閉ざすって。何を見た。山幻の金属オリハルコン。オリハルコン。おーわ、これ1個だけ頼んどいたろ。はこれもう夢あるもん。これもうここら辺のやつ1個ずつ頼んだろ。くもそれ以外のやつ正直使うんかわからんような名前だった。覚えてないやつなんやけどさ。あ、このここら辺のやつは一応3個ずつ安いけん、これだけ別格に高いやん。オリハルコン。よっしゃ、増築もだい。あ、そうか、前の日のお話の続きか、これもしかして。ある日、おじいさんは、4寸ほどだったっけ ?4 尺ほどの大きな人形を作りました。そしてその夜、そっと天に祈りました。もし叶うなら、この人形が人形のように動いて、常に私のそばにいてくれたら、どんなに嬉しいことか。これ、ピニョキオじゃね?あの同様にあるピノキオの話だね。多分これさ、おじいさんこの後さ、その人形は嘘をつくたびに鼻が伸び始めましたって言うんじゃないだろうな。朝目覚めたおじいさんは大変驚きました。ベッドのそばに昨日作った人形が立っておじいさんを見つめていたのです。おじいさんは大変喜びました。早速おじいさんは人形を椅子に座らせ、いろんな話を聞かせました。人形は話せませんが、おじいさんはそれでも満足です。ああ、動きはするんやけど話せはせんのやな。口までは動かんと。おじいさんは人形をシャルルと名付けました。なんでシャルルなんだかわからない。シャルル。ああそうかそうか、わかったわかった。おじいさんはその人形に喋ってほしいんや。喋る、喋る、シャルル。おじいさん寒っ。寒っ。ちょっと寒っ。寒い話されて終わった。この赤い人、今日こそは別の話しとうかな。ああ、してない。その話はもう聞き飽きた。最近は属性的な武器も売れてさ、もういい感じに売れようんやけど、そんな話はせんでいい。あ、この二人はちょっと、意外と違う話するけんな。ああ、話変わっとる。どんなに混雑しても、聖水だけは切らさないぜ。
聖水ってどんなんだろうな、このゲームでは。飲んだら全回復するとか、そういう系のアイテムだから。すごいね。そう、ユーンを切らさないとはね。まあ、そんなことは私は関係ないですけどね。この前、ひどい目にあったよ。どうしたんですか？前もひどい目にあって、まだ違うひどい目にあったんか？もしかして。あ、クレームの話、もう一回これ。あ、なんだ。クレームの話か。それ昨日も言ってたじゃん。ああ、まあ、やでもだ、やでもだ、やでもだ。もう、その、二回も聞かんでいいん。おし、じゃあ、調査中でござるの人。ちゃんと調査してる？やったー！レアアイテム来たー！仲介ギルドに伝えてござる。え？レアアイテム、スワフルラーメン、ゲオルギオス？徳川家康。なんで徳川家康って名前なの？レアアイテム徳川家康ってなんなん？なんなん？江戸幕府の将軍をアイテム化するな。評価していたら家光とかそんなになっていくんか。家忠家光みたいなさ。で最後吉野部で終わるの。なんなんそれ。ありかが分かった。ああ、つまりありかが分かったけん今度取ってくるわ、そうやって譲るわみたいな感じ。すごいわ。我らに見つからないものはなしってドヤ顔された。しかもドヤ顔するだけに十分なことしてやけんな。うわぁ、お前探しよったんかってか言ったん、もう恥ずかしい俺。でもってごめん、めちゃくちゃ疑っとったわ。お前の肉食いよる姿しか見たことないもん俺。あはははこれもう一回頼むわそりゃ。もう一回頼むわそりゃ。いつくれるん、そこところでいつくれるん。これは期待できすぎだろ、この人に。あ、もしかして依頼品。あ、別の話なんやな、こっちとは。これどうやって受け取るんこれ。そしてお姉さん、ポケモンセンターのお姉さんみたいなのが出てきたけど、こんなん前おらんかった。いらっしゃいませ。あ、多分この人がバイト雇ったのか、それだけか。いらっしゃいませ。いやー、お前またおる。取引しないか。あー、なんかオリハルコ15000とか取引とかめっちゃやりたい。けどこういう経営のさ、ちゃんと順調にいってる時なんやけんさ、そういう闇の取引とかやらんでもいけるんよね。残念、バイバイ。そういう取引をやめなよ。この人は、あー、この人また金の話してる。どんだけ金は大切みたいなアピールしてんの。ああ、そうか、買い取った。大丈夫大丈夫、結構今繁盛してるんだ。返せる返せる、大丈夫です、十分十分。ほんと返せるもんな。で最後この人、はい、何の話か分かりません、分かりません。お姉さんお姉さん、フリーズブレイドのお姉さん。お、音楽好きっす。お、俺の一押しそうやね、ラップですね。ズ・ジョーニー・ウーゼンド・カーター・メイクってやつですね。漠然とした夢を掲げみたいなね。さて、ここら辺作りたいんよな。でも素材なんかあるわけないよな。オリハルコ、ムーンソード。ムーンソードってなんだろうな。よく考えたらムーンソードない方はダメなのに。ムーンソードって何これ、めっちゃムーンソード気になる。レベル上がったら作れるようになるんかな。あはは、今思ったけどちょっと属性好きの剣意思感を忘れとった。やっちまった。ああ、あれが肝だったのに。俺何してんの、ちょっとオリハルコとかに気取られすぎた。やらかしたな。なんこれ。なんこれ、オリハル、あれ、待てよ、鉱材がなければ何もできないの。青い来た。ああ、鉱材も顔忘れとんだ俺。何しとん、やっちまった、ちょっと調子乗った。あかんあかん、何も作れん。鉱材がなければ何もできないの煽り来てしまった。ああ、やってもった、何もないで、何もないで。ちょっと待って、何も作れんで。明日これだけしか売れれんの。やーべえ。
鍛冶屋ゴリゴリ始まって最大のピンチが来てしまったよ。これ何かって言うたら仕入れる素材仕入れるん忘れてさ、何も作れんっていうやってもた、もう完全にやってしまった。オリハルコンに何かやられた感がある。オリハルコンにオリハルコン作詞やな、クソ。いやあ、孔明の罠ってこういうことを言うんだろうな。すごい残念な5日目やな、これ。もうクソやられたし。はい。というわけで今回はこの辺で。5日目すっげえ残念な終わり方するんやけど、これ。明日こそはちゃんと石買うからな。くそ。はい、というわけで、週明け。